おはようござす。3月28日木曜日。え、時間にしてね、朝6時18分でございます。ちょっと時間が抜けてますけどもね。えー、今日の朝の相場解説なんですけども、えー、昨日ね、放送終了した後に、えー、三者会議っていうのがありまして、緊急で。えー、神田財務官ですか。これが出てきてね、また余計なこと言ってますね。午後7時前ということだったんですけども、だから昨日の放送の後、つまり価格で言うと、えー、151円のね、 多分890あたりだったと思いますけど、915だったかな。そのあたりで、あ、152円にもうほんと近づいてきたなっていうところで、口先介入がありました。まあ、これ私ちょっと意外でしたよね。当然、口先介入があっても構わない、あの、推移だとは思うんですけども、で、この原因を起こしたのがね、日銀の例の金融政策決定会合の、え、利上げをしますよっていうところに発端が出てますから、じゃあ何やってんのって話ですよね。 おかしな、ああ、こ利上げの発表してね。で、円安になったからといって、神田財務官が出てきて、火消しに走ってるというね。まさに自作自演といいますか。うん。この、2二つの記者会見の間に、この周りの人っていうのはさぞかし儲けたんでしょうね。うん。まあ、ちょっとね、わかりませんけど、その辺のインサイダー的なところはね。はい。どちらにしましても、口機会入がありましたんで、一時的に、景気は冷えましたけども、あ、景気が冷えたっていうよりもね、円高の方向に向かいましたけども、 ただ、すごい限定的です。ほとんど変わってないと言ってもいいぐらいです。ただ、その辺も込みで今日はね、あの、戦略の方を話していこうと思います。まずは、大枠ではね、レンジオプション。これは変わってません。ずっとレンジの間で入ってますでしょこの1週間ずっとレンジですよ。で、えー、っと、4時間の方を見ていきますけども、はい、4時間の方です。ご覧のように、結局はこの枠の中に収まってるってことなんですよ。 で、神田財務官がお話したのは、この強い陰線が出ているところです。だから、あの、まあ、日銀がね、利上げを発表した後も、じわじわとこういうふうに上に抜けていく流れっていうのはあったわけですけども、えここら辺からですかね。ここら辺からずっと日銀のあの発表によって上昇していって、で、ここまで来たわけですよ。で、今までの水域、介入水域、152円。 付近に来た時にやっぱりトリガーが発動した。トリガーってのはどういうことかっていうと、やばいなってことで口先介入が入ったってことですよ。それによって円高は進んだんですけども、円高はすごく限定的で、結局、えー、ここでお示ししたね、価格151円の065付近で反転して上の方に戻っていったってことになります。 今日はこのレンジオプションでまたね、攻めていくことになると思いますけども、他に対した材料もないですしね。やっぱり材料が入ってない時に、こうやった口先介入があるっていうのは、今までのパターンなんでね、ちょっと頭に入れておきたいですね。はい。で、昨日はですね、ここに達した時に、また上の方向に向かったわけですけども、あの、変わらずレンジオプションですから、今日はこのレンジオプションを元に戦略を立てていけばいいわけなんですけども、上下が55ピップ想像ですから、まあ、できないことはないかなっていう間ですよね。 で、一つの方針としては、この今ね、値段が下がってますけども、これが下がってまた同じところに来たら、このあたりで倍を入れて、利いを取っていこうかなというところです。で、あとは、これが一時下がってもまたね、上昇していくようだったら、その上昇に合わせて、えー、倍で取っていくことができます。その判断っていうのは、結局ここで折れ曲がってますから、これを超えた時に、抜けたのを確認して倍で入れば、まあ、ここまでの間は取れるかなっていうところですよね。 いつものパターンです。で、上まで達したらやっぱりこっからはセールを入れていくってことになります。でもさすがにね、今度152円とかに達したりとか、それを突破した時って大きく本当の介入が起きるというふうに私もう思いますんでね。それに合わせたエントリーを仕掛けをしておこうかなと思いますけどもね。この仕掛けに関しましてはちょっとあまり詳しく話さずにこの辺にしておきますけども。あいずれにしましても今日は このレンジオプションで攻めていくってことで、今週一貫してレンジオプションでございます。はい。その他、テクニカル以外の要素はありませんので、ちょっとね、神田財務官の入る隙を与えてしまいましたけども、うん、まあでも、昨日ね、ロスカットを食らって様子を見ていったら、まだ値段が戻ったんで、まあ逆に攻めやすくなったかなと。そんな木曜日でございます。え、それではね、えー、今日もお、戦略も決まりましたし、どこでどうするかってこともお話し,しましたんで、あとはまとめの5時前後の解説に任せようかと思います。今日も1日ね、 レンジオプションでテクニカル頑張ってみてください。もう口先介入に来ないと思いますんで。